ファイティング原田の2階級制覇、薬師寺康栄、飯田聡の世界奪取、さまざまなボクシングシーンを生んだ名古屋の格闘技の殿堂です。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン戸高秀樹、3度目の防衛戦を迎えました。放送席です。解説は元 WBC 世界スーパーライト級チャンピオン浜田剛さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。浜田さん、はい、前回2度目の防衛戦で、はい、元チャンピオンの翼体思想を逆転 TKO で下して、はい、戸高の評価は上がってますね。そういう面ではですね、はい、どんな不利な状態からでも自分のペースに持っていけるという、力の証明はできたんじゃないかと思いますね。そうですか、はい、で今日は指名試合、WBA 協会が指名したランキング1位と戦う、まあ、いわばチャンピオンの義務であり宿命の試合ですね。まあ、ということは今現在挑戦者の中で一番強いと思われている挑戦者ですから、はい、その選手に勝ったら大体が長期政権になってるんですね。なるほど。ですから今日の試合は大事ですね。相手は過去暫定を含めて4階級を制覇しているベネズエラのレオ・ガメス。浜田さん、日本とアメリカで2度このガメスの試合生でご覧になっています。一言、どんな選手でしょう。この選手には前に出れば出るほど強くなると、はい、逆に後ろに下がった時には力が出ないという選手ではあります。なるほど。それでは両選手の控室の様子見てみましょう。午後2時ジャストに愛知県体育館の控室に入ってきたチャンピオン戸高。お気に入りの音楽を流しながらの穏やかな時間が戦う準備に変わったのは3時40分。戸高自らがその音量を上げたのが合図になりました。過去2度の防衛戦では発熱、発疹というアクシデントに見舞われ張り詰めた空気が長く続いた控え室でしたが、今日は終始充実感に満ちた心地よい緊張感となっています。不敵な笑みを浮かべて戸高が話した言葉、暴れてきます。さあ戸高の時間の始まりです。予定より20分遅れて控え室に入ったレオ・ガメス。ガメスは控え室に入って2度目を閉じて神へ祈りました。まず自らのお守り、ボクシンググローブをかたどったネックレスに、そして自らの寮の拳に。15分前に白いトランクスを履きウォーミングアップを始めたガメス、焦り不安をその表情から感じることはありません。プロとして小柄な肉体を痛め続けて15年、母国ベネズエラのため、そして自らの名誉のため、ボクシング人生の集大成となる戦いに向かいます。両選手の控え室の表情、すでに準備は万端のようです。まもなく戸高秀樹、レオ・ガメス、このリングで戦います。挑戦者 WBA 世界スーパーフライ級1位ベネズエラのレオ・ガメスはすでに3つの階級で世界の頂点に君臨。スーパーフライ級の暫定王者だったことも含めると4階級制覇を成し遂げたことになる実力者だ。圧倒的なパワーで一気にチャンピオンベルトを手にしました。ベネズエラボクシング界のスーパースター、プロ40戦のキャリアを持つ37歳のベテランは正真正銘の4階級制覇に向け、これが最後のチャンスと決死の覚悟で臨んでくるはずだ。Bueno, Todaka, mira, tú estás equivocado. Tú dices que es el número uno, pero yo voy con todas las ganas de quitarte la cabeza, oíste. Este es mi mensaje para ti, oíste, Todaka. 対するチャンピオン、戸高は今回もロサンゼルスでハードなメニューをこなしてきた。自分を世界チャンピオンに導いてくれたトレーナー、マック栗原との信頼関係がこれまでの勝利を生んだと確信する戸高。今回の勝利の鍵は精神力だという。闘志、もう闘志だけを見てください。これがラストチャンスと百戦錬磨の技を駆使して迫ってくるベテランガメスを、王者戸高は持ち前の攻めのボクシングで圧倒することができるか。最強の挑戦者を迎え撃つ3度目の防衛戦、まもなくゴング。さてここで両選手の体格を比較してみましょう。身長そしてリーチ、脅威とも戸高が上回っています。浜田さん、はい、特に身長は10センチの差があります、はい、背の低いガメスに対して、はい、戸高はどう戦えばいいんでしょう。まあ、身長差リーチ差はそんなにこの選手に対しては有利には向かないと思いますね、はい、この選手のパンチが伸びるし、それでこの選手は突進力があるんですね。ですから身長差、リーチ差はそんなに意識する、うん、べきじゃないと思いますね。そうですか、はい、共にファイタータイプです、はい、KO 決着の可能性、カードパンチャーの浜田さんに伺いましょう。この場合には両選手に言えることですけど、KO 決着あると思います。そうですか、はい、共に昨日の計量は1回でパスをしています。強打者同士のスリリングな戦いを期待しましょう。この後いよいよ両選手がリングに入場してきます。
本日のメインイベント WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン115パウンド緑ジム所属戸高秀樹、3度目の防衛戦チャンピオン戸高秀樹。青コーナー挑戦者 WBA 世界スーパーフライ級1位、114パウンド4分の3、ベネズエラレオガメス。正真正銘の4階級制覇なるか、挑戦者レオガメスです。ジャッジエクトル・エルナンデス、メキシコ。解説は浜田剛さんです、はい、浜田さん、はい、間近で両者の今の表情をご覧になっていかがですか、うん、今までの戸高と違って随分、リラックスした感じがあるなという感じしますね、はい、まあ、それはやっぱり今まで勝ってきた自信が現れですかね、そして浜田さん、はい、両者とも前に出るタイプです。そうなんですね。ガメスも1ラウンド KO を狙うと言っていました。実際にそういったタイプの選手なんで、ガメスはどっちかというと小細工をできない選手なんですね、うん、ですから前に出て勝ってきた選手なんで、この試合は後ろに下がった方が負けるという試合になると思いますね。戸高は前に出てくるガメスを狙うと言っていました。さあ、うん、第1ラウンドです。ゴングが鳴りました。WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ。ああ、いつもでしたら最初から右を出していく戸高、静かな立ち上がりですね。まあそういった面では随分リラックスした感じありますね。右大きく振りました。まあまた挑戦者のガメスの方が、はい、いつも出てくるんで、それを見極めて、やってみようという感じかもしれないですね、うん、世界タイトルマッチは12ラウンドで行われます。左を打っていきました。ともに浜田さん、はい、右の拳を引いています、はい、右のスタイル、オーソドックスでファイタータイプですね。ともに右のパンチが強いんですね、はい、特に挑戦者のガメスの方は右ストレート、右フック、そして、接近した場合の右アッパーに一番威力を持ってますね。これが3度目の来日になります。ランキング1位、最強の挑戦者ベネズエラレオガメス。そして一方の戸高秀樹、これが3度目の防衛戦ということになります。戸高は4月23日の対翼体出場戦以来およそ半年ぶりのリング、接近して右振っていきましたが、これはクリーンヒットしませんでした。ダッキングレオガメス。まあですけど、戸高は随分落ち着いた出だしですよ。戸高秀樹27歳、一方の浜田さん、はい、レオガメス選手37歳。いや驚きますね、この年齢には。しかも世界のトップで頑張ってる。そういうことですね、ただですね、はい、試合に関しては去年の9月、うん、タイで敗れてフライ級の王座から陥落して以来、13ヶ月ぶりということになるんですね、まあ、それがちょっと気になるところですけどね、はい、まあ、そういった面では出だし、ちょっと挑戦者のガメスの方は普段よりも若干腰の方が高いですね。戸高はこれがプロ21戦目、過去20戦、17勝2敗1引き分け。そしてレオガメスはなんとその倍の40戦のキャリアがあるんですね。まあ、経験だと本当に倍いってますからね。32勝7敗1引き分け、そして32勝のうち KO が24数えています。2分経過しました。第1ラウンド、静かな立ち上がりと言っていいですね。まあそうですね、もっと1回目から両方とも打ち合いに行くんかなと思いましたけどね。今アッパーを垣間見せましたレオガメス、これがヒットすると怖いですね。タイミングが合うと一番怖いパンチなんですね、このパンチは。戸高の動きはいかがでしょう。いや、ゆっくりしたスタートなんですけど、よく見てますよ相手を、まあ、今までと違う点ですね。キャリア6年4ヶ月戸高秀樹、一方プロキャリア15年というレオガメス、アマチュア時代を含めると実にボクシング生活22年です。すごいもんですね、本当に。軽くジャブを当てます。この試合に対しての練習では非常にジャブをたくさん打つオーソドックスな練習をしてきました戸高秀樹。そしてトレーナーはマック栗原さん。
第1ラウンドほとんど時間がありません。左を戸高がついてついて、ここでゴング、第1ラウンド終了しました。WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、浜田さん、はい、第1ラウンド、はい、静かな立ち上がりでしたね。まあですけど、あの戸高、今までと違って先制攻撃じゃなくてよく見てますね。それと相手のパンチよく見えてますね。調子いいと見ていいですね。細かいパンチですが、ジャブをしっかり当てていました。それと相手のパンチをしっかりと外していますからね。第2ラウンドです。第2ラウンドのゴングが鳴りました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、この試合を締めくくり、右ストレート、ガメスも下がりながら今右のアッパー、お互いハードヒッター、ハードパンチャーです。一発がありますね。一発は特に右の一発ですね、はい、ガメスは本当にこれで、勝ち抜いてきた選手ですからね。そういえば第2ラウンドといえば戸高が世界を取った去年7月のヘススロ8戦、あっとダウンを奪いましたが、右のアッパー、右の決めましたよ。今下から来ます。身長 152.5 センチ、小柄なレオガメス。まあタイミングを合わせられると怖いですね。まだ右アッパー、これはブロックしていました。しかしその小さな体で世界暫定を含めて4階級を制覇してきてるんですね、レオガメス。素晴らしいもんですね。そうですね。大東さんどうぞ。はい、チャンピオン戸高陣営なんですが、第1ラウンド終わってよく見てはいるけれども後ろに下がってはいけないと、はい、横に細かく動いてもっともっと今よりジャブを出すと言ってます、これは練習の時にマックトレーナーが出していた指示、やはり試合の時も同じですね、小刻みに動いて、そして一気に当たったらいけ、それと練習通りできるか、そして練習やった以上にできた場合が勝つわけですよね。そうですね。戸高選手は世界を取った試合で2ラウンドでダウン奪いました、そしてガメス選手も早いラウンドでそうなんですね、ダウンを取るケース多いんですね。この選手は大体早いラウンド、おーっとっと、右、いいの食いましたよ、ガメスの右、いいの食いましたよ今。もう少し、あっと、右アッパー、ましたね、レオガメスの右アッパー、戸高もう少し、おっと、っと右クリーンヒット、もう少しスピードアップするべきですね、2ラウンド、右アッパーから帰ってもう少し動きのスピード、ハードヒッター、4階級制覇かけてますね、この目、いやあっとっと、右アッパー、今ちょうど動きが止まってますからね、おっと、いいの食ってますよ、これを何発も食うとやっぱりダウンする可能性ありますからね。セコンドの指示通りの細やかな横の動き、ちょっとありません。戸高もガメスより前に出ていますね。おっと、ちょっと右左力んでますけどね。力んでますけど、空振りしました。もう少しスピードをつけること、スピードを出すことですね。左。こうした一発当たると一気に出てくるのがガメスの特徴ですね。そうなんですね。それで勝ち抜いてきた選手ですからね、はい、佐藤さん、はい、青コーナーガメス陣営なんですが、目を覚ますと1ラウンドからそういう指示が出ましてね、今この打ち合いでカスティージョトレーナー、そしてシアカトレーナー、カスティージョマネージャーと立ち上がりました。そうですか。ガメス調子に乗せると怖いですよ。この選手はキャリアありますからね。やっぱ青コーナー挑戦者ガメスサイドは日本テレビの船津義文アナウンサーです。戸高、動きのスピードもう少し速くするべきですね、第2ラウンド、ガメスの強打が出てきましたね。まだアッパー、右アッパー、いいの突き上げられてますからね。接近した場合に体が動いてないからアッパーが来てるんですね。今早くも第2ラウンド試合が動いてきました。ここでゴング、第2ラウンド終了です。赤コーナー、戸高選手にはたくさんの激励賞が届いております。勝ち抜いてきたレオガメスの右左、そうですね、特にこの右ストレート、そして右アッパー、これが強いんですよね。怖いですね。2ラウンドはガメスのラウンドでした。もろに食いましたからね、はい、この2ラウンド目の動きというのはちょっと止まってましたから、もう少し状態を動かすことですね。第3ラウンドです。第3ラウンドのゴングでありました。浜田さん、はい、戸高選手もこのガメスが早くから出てくるということは十分予想していたんですよね、そうなんですね、それでじっくり構えていたと思いますけどね、はい、もう少し早めにエンジンかけるとかですね、エンジンかからないまま打ち込まれる可能性ありますからね。さらに行った戸高も左、そして右オーバーハンド。浜田さん、はい、戸高のこの試合に対する練習の中で目立ったのが、まるで水泳のクロールのように手を上から出してくるストレート、オーバーハンドブロー、今一発見せました、これです。得意なパンチなんですね、はい、だから得意なパンチが当たるようになると調子に乗れますからね。ただ今第3ラウンドコーナーから出てくるときにちょっと松尾会長に呼び止められまして、何かあったんでしょうか。そうですね、出るのが遅れました。戸高秀樹、第3ラウンドです。戸高は10月の5日まで福
スパーリングやってましたね。アメリカロサンゼルスマック栗原トレーナーの下でおよそ1ヶ月120ラウンドのスパーリング、そして名古屋に帰ってきてからも実に45ラウンドもやっていると。スパーリングは十分ですね。はい、実戦形式で鍛えてきた戸高です。さあ中からのパンチ、中からのパンチ、左そして右、アッパー、右アッパー、右右、戸高足止まったか、状態が動いてないですからね。正面から受けてますね。そうですね、もろに食ってますね。まあ、戸高打たれ強いところありますけどね。3ラウンドと言いますと前回の翌対戦もこのラウンドで足が止まって打ち込まれる場面がありました。打たれ強いという戸高ではありますが、打たれてはいけませんね。そうですね、打たれることにいいことないですからね、これダメージ後半いって重なってきますから、そうすると思うように体が動かなくなってくるんですね。その戸高の動きなんですが、第3ラウンドちょっと重いですね。重いですか。ちょっとダメージのダメージというか、いいパンチ食った分ちょっと体動いてないですね。もう少し動きのリズムを作ること、それからですね。今も右、あ、細かいパンチ狙った右ストレート、エオガメス、ちょっと犬食ってますよ。名城戦車最強の勝手、右アッパー、左犬食ってますよ。舌を出しました。ちょっと効いてないという表情ですが、ということなんですけど効いてるんですね。いや、これは自分の劣勢の裏返しかもしれませんね。こういう表情を出すというところは、もう少しリズムを作ることですね。まだ回が3ラウンド目、浅いんですからね。戸高本人は、あーっとっと、あっと、今の右は効いた、効いてきますよ、これは。今の右効きました。あーっと、同じパンチ食ってますからね。これは浜田さん、戸高チャンピオンになって初めてのピンチと言っていいんじゃないですか。あー、ピンチ、おー、一発で平成逆転が戸高、ちょっと距離を取りましたね。右左打ち合わせガメスが、はい、逆に打ち合いを避けてますよね。あーっとっと、低いところにあるガメスに対して体の中心に打っていくという練習を続けていました戸高。第3ラウンドようやく終盤、戸高の得意の右が出ました。しかしまだガメスの動きもいい。ここでゴング、第3ラウンドが終了しました。口切りましたね。激しい打ち合いです。はい、第3ラウンドまともに食っています。ヒヤッとしました。本当ですね、戸高の体が動いてないんですね。これは効きますよ。強気な戸高ではありますが、まともに食っては後半に差し障ります。そうですね、まだこれから4ラウンドです。まだ回が浅いですからね、まずリズムを作ることですね。はい、第4ラウンドのゴンが鳴りました。自慢の右ストレートアッパーで試合を組み立てていますベテランのレオガメス。37歳という年齢もあります。体力面のことも考えて早い仕掛け、これはやってきてますね。ガメス、そうですね、いつものパターンではあるんですね。ただあ、左いつものパターンでガメスの違うところはですね、自分が打ってるときはいいんですけど、打たれるとパッと離れますね。はい、そういった面では真正面の打ち合いは避ける傾向ありますね。これはポイントを取るボクシングですね。そうですね、自分が打っておいて、相手が出てきたらさっと下がって、クリーンヒットさせない、そして非常に頭脳的なベテランのボクシングです。正面衝突はしないというやり方ですね。佐藤さん、はい、このコーナーのガメス陣営なんですが、やはり戸高の右アッパー、戸高は軽いパンチでもいいですからね。今のはいいパンチでした戸高。まだ軽いパンチですけどね、立て続けに当てるということが大事ですね。船津さんどうぞ。で、速い仕掛け、そしてスピードを持って、そして相手のボディのベルトラインのあたりを狙っていけという指示です。あ、ベルトラインのあたりですか。さあボディ、あ、正面から左、左に初ジャブが当たりました。ジャブでもストレート同様強いですね。もろに食ってますね。そしてこれがあっと、いいの食ってますね。至近距離からこの小さな体を一生懸命折りたたむようにして中に入ってきます。そして打ち上げる左、これも怖い。そしてこの人のアッパーはかつて日本のリングで横澤健二戦12年前、右アッパーで横澤選手の上の歯が下唇を突き破って出てきて、さらにガメスのグローブを突き破って、ガメスの手に刺さるという強烈な破壊力、それまだその傷が残ってるんですね。それぐらい威力あるんですよね、この選手の右アッパーは。第4ラウンドです。佐藤さん、はい、チャンピオン陣営ですがね、打ち合うことは構わないんだけれども足が止まっていると、上体だけでボクシングをしていると、上半身と下半身を一体化したボクシングをしろと言ってます。確かにまだ教わった動きではありません。動いてないですね。パーッ、これで右ストレート、これ来ましたね、今の来ましたね、ちょっと来ましたか、来ましたね、バックステップ、戸高来ましたね、戸高がバックステップだ、オーバーハンド、右アッパー、いいの食ってますね。世界のリングを制してきたレオガメスの右アッパー、真の4階級制覇を目指して、ボクシング殿堂入り目指して、ガメス37歳ラストチャンス、
ビッグなチャレンジ。レオガメス右ストレート左フック、右ストレート出てきた。ガメスが出てきた。この選手は苦戦、この試合苦戦ですね。アジーは左一本出してガメスがスッと下がりました。スノープレーですね。まあ、ですからガメスは打ち合いは避けてますよね。ある意味ではあーっとっと置いて省エネ右左左あーっとっと口の中ずり切ってますね。戸高あ口切ってますか。うんずり切ってますね。あ第4ラウンド、ね、ほとんど時間がありません。あ口の中今放送席から血が確認できました。ここでゴング。第4ラウンド終了です。チャンピオン戸高大苦戦です。指名試合ランキング1位の挑戦者、非常に厳しい展開になってきました。いや今までの世界タイトルまで一番苦しいですね今日の試合は。88年横澤健二、はい、93年八木浩郎、レオガメス選手は日本人にここまで2連勝しています。そうなんですね、まあ、自信満々できてますからね。これから試合は第5ラウンド、さあゴングなりました。戸高は第5ラウンドあたりから自分の調子は出てくると言っていたんですが、3ラウンド4ラウンドのダメージ心配です。腕を大きく振ってきました。前に出てきました。この前に出る姿勢、はい、これはマックトレーナー、うん、レオガメスベテランを押していけという話をしていました。特にガメスの場合は後ろに下がりながらのパンチ、そして後ろに下がりながらというとあんまり力出ないんですね。まずこの選手は左右のサイドステップ踏みませんね、はい、そして前に出てきますが後ろにはあまり下がりません。そうですね、下がるのは攻められている時です。そういうことです、ですからこの選手を下がらさせるというのは大事なんですね。そうですね。ガメスはベネズエラで160ラウンドのスパーリングを積んできました。そして今日のガメスはですね、戸高が打ち気に流行ると打ち合いを避けて、打ち返しはしないですからね。ですからまず打っていくっていうのは大事なんですね戸高は。なるほど。さあコーナー詰めた。ダッキングしてかわしました。むしろリング中央で止まっている時にガメスを打ってきますから、自分の距離でしか勝負をかけない、今日はそうですね。レオガメスです。だから戸高が打ってるとそんなに攻めないですからね。戸高が攻めるっていうのは大変。一発当たると一気に出てきますレオガメス。これがこの人の特徴。それと戸高が攻めてるとそんなに打ってこないですからね、まず戸高攻めるというのは大事ですよ。そうですか。今回もロサンゼルスで4年続けています。11回目のロサンゼルス合宿を張りました。1ヶ月にわたる合宿を張ったんですが、当初5週間の予定を途中で実は鼻の軟骨を傷つけまして、練習中鼻血が止まらなくなるというシーンがあって緊急帰国したんですね。そのあたりも心配です。まあそういったのが試合で出るかという心配はありますけど、ただ日本に帰っても、練習は十分やってますからね。45ラウンドやりましたね、はい。そして3ラウンドでしたっけ、戸高選手口の中をどうやら切ったようです。そうですね、はい、そんなに心配なことなんですが、右顎の先端、ガメスの右、チャレンジャーまた右。一方のレオガメスは9月26日、暑いベネズエラのを避けまして、早々と東京で調整して1週間経って名古屋に10月3日入ってきました。そういった面ではですね、日本の気候に慣れて、コンディション持っていこうという考えでしょう。パンチを集め出しました。このラウンド積極的です。第5ラウンドです。頭をつけて押し合います。こうやって攻めているとガメスそんなに今打ってこないですからね。ベテランですからスタミナ切れという可能性もありますね、ですから攻めていると打ち返してこないですから。あーっとっとっと。しかし一発が怖い。あと左左出た。これです、これです。一発当たるとどんどん出てきます。チャレンジャーレオガメス肩で当たって右、血を吐きました。口の中から血を吐いた。右アッパー、右アッパー、スローキット。ここでゴング。第5ラウンド終了です。戸高口の中を大きく切っています。戸高は5ラウンドあたりからいつも自分は調子に乗れるんだ、はい、その言葉通り、序盤から飛ばしました。第5ラウンドでした。まあ、苦しい中での打ちに行ったんですけどね、これもしょうがないですからね。これだけ打たれた後ですから。ただ、もう少しパンチの数小さく必要ですね。第6ラウンドを迎えます。今ゴングが鳴りました。さあ金髪を逆立てて今チャンピオン戸高英樹、これが3度目の防衛戦。前回4月のリングはタイの元世界チャンピオン翼体出動を11ラウンド逆転の TKO 勝ちでした。ですから前半劣勢でも戸高選手には跳ね返すパワーがあります。そうですね、右アッパーから。ただですね、やっぱり
打たれた後というのは、はい、跳ね返そうにも体が動かなくなることがありますからね。あ、また左、加藤さんの細かい左、はい、チャンピオン田中陣営ですが、バックトレーナーの指示を冷静に聞く余裕はまだ残ってますね。そうですか。で、口の中は切ってますが、口の中だけで鼻には影響はないということです。現在の指示としては膝でボクシングをしろと、膝でリズムを取れということを再三言ってますね。現在のところ出血は口だけ、心配された鼻の鼻軟骨はまだ大丈夫です。ミヤッパミヤッパアッパーダブルから左フックレオガメス。88年ミニマム、そして93年ライトフライ、99年フライ、そして去年一時的にこのスーパーフライの暫定王座も手にしました。暫定含めれば4階級制覇、英雄です。レオガメス頭をつけて、さあ戸高が行く、一発が怖い、アッパーが怖い。さあ戸高の雑草ファイト、無名から這い上がってきた戸高、この目がいい侍ちゃんと戸高。しかし今頭を低くしたところにそのままアッパーをねじ込まれましたね。第6ラウンドです。右ガメスは左のボディ、ミヤッパー肘の下からアッパーが飛んできた。いい抜きですね。血を吐きます。右ストレート、左ちょうど口の中から血が口の中に溜まってしまうと呼吸がきつくなるんですね。前半最後のラウンドです。第6ラウンド、いい抜きですね。血のように口から溜まった血を吐きます。ミヤッパー打たれ強い戸高でありますが、指名試合百戦錬磨のガメス相手にチャンピオン戸高大ピンチ。まあガメスの左、右アッパーは戸高もう少し左の肘を絞ってブロックできるといいんですけどね。打ち合いの中で怖いのは確実に当たっていることですね。ガメスのパンチが、そうなんですね。要所要所で急所急所に当たってるんですね。さあ練習でやってきた右のオーバーハンド、ここでもう少し勝ってほしいですね。後の小さい相手に打つ練習をしてきました。そして中から攻めると見せかけて、左のレバー、あるいは右のオーバーハンド、視界の外から打つパンチ、相手の視界を超えてくるパンチを練習していました、チャンピオンの戸高秀樹。頭を使います。左手右、右ストレート、右アッパー、ガメス構成。第6ラウンドもガメスか。左が当たりました。ほとんど時間がありません。第6ラウンド、右最後またガメスの一発入りました。ここでゴング、第6ラウンド終了です。前半6ラウンドまで終わりました、はい、チャンピオン苦戦しています。大苦戦ですね、今までの世界タイトルマッチで一番苦しい試合ですね今日は。さあこの後、劣勢を跳ね返すにはどうしたらいいんでしょう。まずですね、大きいパンチは必要ないですから、小さいパンチを数多く当てるということですね。第7ラウンドです。ゴングなりました。さあ戸高の表情をご覧になっていかがでしょう。やっぱり苦しいですよね。自分で自分に気合をかけているんですけどね、やっぱり思うように体が動かないという状況がありますね。5週間の予定のロサンゼルスの長期合宿、1週間を残して途中負傷のため帰国しました。その後は名古屋でギリギリまでスパーリングの調整を行ってきた戸高、調整の遅れも心配されたんですが、1ラウンドから6ラウンドまで速攻を仕掛けてきたガメスの術中にはまっていますね。そうですね、まあ、1ラウンドゆっくりしたスタートで、よく見てるところあったんですけどね、見てる間に打ち込まれてしまいましたからね。また今の左を浴びています。佐藤さん、青コーナーガメス陣営なんですが、もう戸高には力が残っていないと、中に入って力を振り絞って早く試合を決めろと激しい口調で言っています。これはゴーサインですね。ガメス陣営そういうことですね。中に入れというのはやっぱりもう自信出てきたということなんですよね。右の相打ちです。まあ前半ガメスは打ち合いを避けていましたからね、それから中に入るということは打ち合いということですからね。去年ニューヨークにご覧になった時と比べて、このガメスどうですか。ガメスはニューヨークの時のはまだハイランド3ラウンド強でしたから そうでしたね。いいところしか出なかったんですけど、今日はやっぱり老化さも出てますね。左にチャンピオンの右ストレート、左フックレオガメス、一発当たるとどんどん出てくる、非常に分かりやすいファイトではあるんですが、それゆえ非常に怖いレオガメスとファイトです。ライトさん、はい、田中陣営ですがね、右ストレート、ミヤッパー右ストレート、頭を2つを吐いた、ガーだけでもいいですよ、ガーだけでも、右ストレート、ものすごい音がしました。いいの食ってますからね。第7ラウンド、もっとガー
中松岡以上入ってきたんですけど、チャンピオン戸高ノックアウト負け。再三2ラウンドからの蓄積がこのラウンド来ましたね。第7ラウンド、ただいまの KO タイムをお知らせいたします。7ラウンド、いいピッチを序盤から入れていました。2分13秒、レオ・ガベス選手の KO 勝ちでございます。レオ・ガベス KO 勝ち。そして勝負タイムは7ラウンド2分13秒、ノックアウトでチャンピオンの戸高を下した指名挑戦者レオ・ガメス、正真正銘の4階級制覇達成であります。いや、とてつもない記録ですね、本当にすごい選手ですね。これが今敗れた戸高の表情、勝てませんでした。ずいぶんパンチ食いましたから、まあこれは仕方ないですかね。軽快な動きが見られず、相手のペースの中で自分のリズムで戦わなければいけなかった戸高、ベテランのペースにはまってしまいました。そうですね、まあ、今までは1ラウンドに先制攻撃かけたんですけどね、これをやっぱり1ラウンドをゆっくり見て、それでまあいいの、逆にいいのかなと思いましたけどね、はい、2ラウンドから攻め込まれてしまったと、そしてそのパンチが効いてしまったと、効いて体が動かなくなってしまったというんで、やっぱり出だし打たれたというのが大きかったですね。やられた、そういう表情です。戸高秀樹、王座転落。愛知県体育館騒然としました。そして今少し静かになりました。今新チャンピオンレオガメスに認定賞、そしてチャンピオンベルトが巻かれました。続きまして勝利者4階級制覇の瞬間ですね。相当な記録ですから とてつもない記録で言っていいでしょうね。そうですね、はい、世界では5階級制覇を達成した選手が2人いますが、この4階級はガメスで4人目、要するに世界で4階級以上を制した人間は6人しかいないんですね。ということは歴史に名前を残したということですからね。19世紀から始まったプロボクシングの歴史の中で4階級制覇史上これ6人目レオガメス、ベネズエラの英雄、最後のチャンスに勝ちましたね。まあ、特に今日のガメスはですね、今までの経験を生かしてただ突進するだけじゃなくてですね、相手のなんていうんですかね、良さを殺しながら最後までやったというボクシングですね。そうですね、7ラウンド2分13秒、今場内にレオ・ガメス勝利のコールがこだましました。右手を上げます。この右やっぱり怖かったです。まあ警戒していたパンチなんですけどね、それを警戒しながら食ってしまったと、まあそれが敗因になるんですけどね、予想以上にパンチ力が強かったということでしょう。そうですね、愛知県体育館のリング、勝ったのは挑戦者ランキング1位、指名挑戦者レオ・ガメス、7ラウンド2分13秒ノックアウトで戸高を下しました。王座から転落した戸高、どうやらダメージが激しくて喋れないという状況ではありませんね。ちゃんと陣営と目と目を合わせて喋っています。そして今立ち上がりました戸高。今愛知県体育館に詰めかけたファンに、それではチャンピオンになりましたレオ・ガメス選手にお話を伺います。まず4階級制覇おめでとうございます。フェリシテスヨーです。リング上ではインタビューです。佐藤さん、ちょっと聞ける状況ではないので もう一度状況を整理してからお伝えします。今チャンピオンの戸高選手が愛知県体育館地方のファンに深々とお辞儀です。残念でした。本当残念ですね。まあ練習量を随分積んだだけにですね、まあただやっぱり一番のゆっくりしたスタートが、もしくは、オーバーアークで体が動かなかったのかなと、まあ、今思うとそうなりますけどね。そうですね、ただ4年前に、この愛知県体育館、6年前ですね、愛知県体育館でこのマック栗原トレーナーに声をかけられて、そして世界への道を歩み出した戸高、チャンピオンとして、今下にいますマックトレーナーですね。マックと戸高が今静かにリングを降りました。リング上インタビューです。ガメス選手おめでとうございます。フェリシテスヨーネス。
este ventaje tienes horas. Okay. Millares de diferentes categorías. Sí, ¿cómo se siente ahora? Bueno, yo me siento, para mí es un placer haber conquistado este cuarto título mundial para mi país, que es Venezuela, lo que yo más quiero más en este mundo, aparte de mis hijos y de mi esposa. Esto es lo más grande que puede existir para mí hoy y mañana y para siempre. 私にとっても非常に喜びです。また私の、まあ、家族ですね、私の、子供たち、それからベネズエラ、私の愛するベネズエラにとっても非常に喜びべき結果になりました。まあ、今日また明日もずっとこの喜びが引き続き私の中で感じられるようにと願っております。戸高選手、チャンピオン、どうでしたか、対戦してみて。Bueno, la impresión de lo campeón, Todaka, ¿verdad? ¿Cómo de...?Bueno, Todaka es un buen peleador, es fuerte, va para adelante. Lo que pasó es que equivocó un poco la pelea y yo estaba bien preparado y estaba el profesor y yo nos preparamos para este combate porque el profesor vio los videos. Yo no, porque a mí no me gusta ver videos, como te lo repetí la otra vez, ayer, antier, ¿verdad? No, pero el profesor sí vio los videos y entonces nosotros estamos preparados para este combate para hoy.非常に強いチャンピオンだったと思います、まあ、準備も十分されたと思いますが、私がそれに勝った準備をした、まあ、何回も言いましたように私はビデオでそういうものを研究するのは好きじゃありませんでした、まあ、このリングでその結果が私なりのボクシングが結果が出せたということに非常に喜びを感じております。真の4階級制覇レオガメス選手にお話を伺いました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、新チャンピオンは浜田さん、レオガメス、喜んでますね。そりゃ4階級制覇ですからね、嬉しいでしょう。そしてこの後本人はこの試合に勝ったら、うん、さらに上のバンタム級をも視野に入れたいと。まあこのチャレンジャー精神というのはすごいもんですね、この左から右ワンツー、今のワンツーでほとんど決まりました。その後腰から崩れていきました、チャンピオンの戸高英樹、まあ、一生懸命踏ん張ってはいたんですけどね、ダメージが残ったんですよね、もう ラウンドを重ねるごとにダメージが蓄積したんですね。そして最後のワンツー、ガメス選手ちゃんと眉間を捉えていましたね、右のストレート。まあガメスのキャリアが出ましたかね、普段はやたらに突進力を生かして、攻めるんですけどね、はい、今日の場合には戸高の馬力を警戒して、戸高が打ってきたら自分は力を緩めると、打たなかったら打っていくと、そういうふうに頭脳的なボクシングに変えましたね。そしてすでにリング上ではグローブもバンデージも取りまして、うん、チャンピオンベルトを腰に巻いた4階級制覇達成、レオ・ガメス、素晴らしいチャンピオンであります。1963年の生まれですから、今37歳、まあ、大変な記録ですよね。ダニエル・サラゴサが38歳でね、うんうん、日本のリングで勝った例もありますけれども、中南米恐るべし。さあコマーシャルの後はノックアウトのラウンドを振り返ります。